皆さんおはようございます。キャンピングカーサイコロ生活4日目、今日はですね4月4日日曜日ですね。7時36分になりました。今日はですねもう昨日の余りパスタと今お湯沸かしてます。これに卵を入れて、朝食を作ります。お湯が沸いてきました。それからですね中華スープの素、これに卵をですね入れます。グツグツ沸騰してる湯の中に、卵を入れます。こんな感じですね。パスタ 300g のうち 100g 残ってますけども、さらにその半分、ちょっと節約っていうわけじゃないですけど、朝そんなに食べたくないので、約 50g 半分に折って入れます。でちょっと塩味足します。はい、卵スープとパスタの完成です。はい、じゃあ4日目朝食いただきます。あー、茹で具合ちょうどいい。塩加減も最高。あ、卵がふわふわしてていいですね。優しいですね。朝にはいいですね。はい、朝食ごちそうさまでした。でこの後通常であればの外にサイコロ振りに行くんですけれども、今日ちょっとですね雨降ってますんでね。はい、今日はですねちょっと休みなので早めに買い物に行ってきました。で今日はですね食品は100円ということで、100円ではないんですけれども、いつも行ってるスーパーのポイントを100ポイントで交換できるっていう、このお好み焼きの粉、これですね、4袋分8枚分入ってます。 100g×4 袋ですね、 400g ですね。これを交換してきました。ですので今日の食費は100円、これだけ使います。まあお好み焼きですんでね、まあ豆苗のちょっと下の方も残ってるので、これを使って今からお好み焼きを作りたいと思います。であと卵ですね、卵も、昨日買ったやつあと4個残ってますので、ちょうどまあこれ1袋に2つ使うんですけども、1袋にこの卵ですね1個だけ入れて作っていきたいと思います。はい、まずですね、容器に1袋お好み焼きの素を入れます。で入れたら水を 100cc、 まあ大体ですね。はい、かき混ぜ終わりました。これで準備完了です。焼いていきます。そしたらサラダ油します。全部やっちゃおう。豆苗の茎を入れていきます。キャベツが割りですね。はい、いいところかな。ちょっとひっくり返しましょう。おお。はい、じゃあ一回またひっくり返しますよ。あー、いい感じ。これにマヨネーズ、あー、かつお節が欲しいな。はい、4日目の昼食、お好み焼きの出来上がりです。はい、じゃあお好み焼きいただきます。かつお節が欲しいな、本当にこれ。うん、ふわふわ。うん、あのソースとマヨネーズバッチリだな。うまい。やっぱりあの豆苗入れて正解ですね。キャベツのちょっと青臭い感じが、豆苗のですね青臭い感じがキャベツに似て、であとこれにですね
豚バラが欲しいですね。豚バラ、ごちそうさまでした。それではまたですね、夜に。はい、それではですね、16時になりました。4日目の夕食作っていきたいと思います。まあ、昼と同様ね、またお好み焼きを食べたいと思います。まず粉を入れて、で水を 100cc ですね。で卵、まあ、お好み焼きはですね、混ぜて焼くだけで、まあ、だしとかも全部入ってる粉ですので簡単でいいですね。そしたら今回はですね、ちょっとだけ粉チーズ振ります。豆苗ですね。これがまたキャベツ代わりにですね、いい味を出してくれます。それではのお好み焼きのせる皿にはですね、洗い物をあまりしたくないのでアルミホイルですね、アルミホイルを敷いておきます。まあこうすればこのアルミホイルを捨てるだけでいいですので、よくあの災害の時とかですね、皿使う時のマニュアルにこういうのが載ってますので、最初からやっておけばよかったです。でちょっとですね、今日はビール1本入ってるのでピリ辛に黒胡椒、青森県産ニンニク塩、長者様の七味ニンニク、これ結構口大きくてね、一気にとっとってるんですけども、パラパラと、おーちょっと、いや今日はずっとですね、朝から晩までずっと雨でしたね。まあ、途中で風呂入ってきたんですけれども、まあ雨が降るとなかなかやることが限定されちゃいますね。して ちょっとねビールのつまみに合うようにですね、細かく切っていきます。おまたお好み焼きです。うまそうじゃん。はい、これにマヨネーズをワンピースずつにこうやってマヨネーズをかけていきます。じゃじゃん、アサヒスーパードライ。よし、じゃあそれではいただきます。うまい。 いや何がうまいって、料理したもんよりビールが一番うまいですね。じゃあいただきます。うん、あの昼にやったノーマルのお好み焼きよりもですね、やっぱりあのニンニクと七味効いててすごく美味しいです。あとチーズのですねコクも相まってすごく美味しくなります。うん、うまい。あ、ビールのつまみに最高です。あ、でもビールうまいな。この生活のね、限定されてる中のこのビールっていうのはね、すごくありがたいですね。美味しい。あ、残りも一切れですね。うん。ああ、ごちそうさまでした。で、この後はですね、今朝サイコロ振りました。
で私はもう結果知ってるんですけども、さあどうなるでしょうか、お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。4月5日月曜日の食費はどうだ。あ、やった、6600円です。やりました、初。はい、月曜日です、今夜は宴会じゃ、600円、やったね、めっちゃ嬉しい。そしたら調子に乗ってですね、次はお酒いきますか。4月5日月曜日のお酒、56だけは出ないでください。えっ、あ、お、あ、はあ、なんで、嘘でしょ、56マジかよ、今夜は禁酒。はい、というわけで嬉しいことにですね、4月5日食費が500円、なんとですね、お酒はなしです。残念です。